地域公共交通総合研究所が先月日本バス協会の会員企業に行ったアンケート調査によりますと回答した68事業者の99%が運転手が不足していると答えましたまた来年4月にドライバーの時間外労働に上限が設けられることについておよそ4割の企業が延期すべきと答えました ますます人手不足になるなどの事業者の声がありました一方で延期すべきではないとの回答も全体のおよそ4割あり延期しても運転手不足は変わらないなどの声がありました調査を行ったシンクタンクの小島光信代表理事は結果を踏まえ少なくとも3年ほどの延期が必要だと国に提言したということです